こんにちは、速化塾の久保でございます。今回、舞姫大学の特別講義なんですけども、最短で100万円を稼ぐ方法でしょで、私の体験そのものになりますけども、実は直近でね、3ヶ月で100万円突破した塾生さんがいらっしゃるんですよ。まあ、それが覆面 YouTuber タカさんなんですけども、これ100万円を突破したことを機会にですね、ちょっと方針を変えて、さらに儲かる人間にデザインしようかなと思ってね、確殺中でございます。 で、過去3ヶ月で100万円を稼ぐ方法。これはですね、30万円の商品を、まあ、5、6人に売れば突破できますよねってことなんですよ。で、タカさんが30万円の商品を持っている。で、私が情報の発信力を持っている。だからコラボをして売りましたってことなんですよね。まあ、私、コミッションとか全然いただいてないんですけども、うん、単なるね、あの、まあ、善意と言いますか。私の熟成さんなんで、熟成さんの販売に協力したってことでございます。まあ、だからね、あの、 最短でっていうキーワードがあるから、じゃあ何日でとか何秒でってことになっちゃいますけども、大体3ヶ月ぐらいで100万円を売れるようなビジネスマンが一人できるっていうのは、これなかなかいいことじゃないかなと思うんですよ。というのがね、3ヶ月で100万って言ったら、サラリーマンの給料でいかない金額ではないんですよね。うん。でも、サラリーマンとして組織の一員として、 個人が100万円を3ヶ月で受けるのと、組織を離れた人が組織と同じパフォーマンスを出して3ヶ月で100万円を得るのと、これ全く内容が変わってきますからね。だから一人で稼ぐっていうのは、 組織と同じ力を持っているってことなんで、まさに一期当選の人物が生まれたってことなんではないかなと思います。はい。で、この覆面 YouTuber さんとのコラボ対談がね、またあの実現しましたんで、1月の31日火曜日21時からになっております。動画概要欄に URL を付けておきますんで、ご覧いただきたいと思います。3ヶ月で100万稼ぐ力をつける人には、もううってつけの番組だと思いますね。えそして2月も3月も、またね、この覆面 YouTuber たかさんとコラボしてチャンネルをやっていきます。え、途中でね、 特名 YouTuber タカさん、あの、さらに儲かるようなチャンネルにリメイクして再スタートするそうなんで、そこもね、お見逃しなくってことでございます。えー、それでは本日は以上です。ありがとうございました。じゃあ、ナミさん、また動画を送ってください。